幕府の部屋です。霊夢とマリサによる江戸幕府の旗本家について語る座談会、第15回目の江戸幕府の部屋を始めます。よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回解説する役職は、何なのかな？前回は寸法上代を解説したけど、実は江戸城にも城主の代わりを務める役職があるんだぜ。そうなんだ。江戸城の城主って将軍なんじゃないの？うん、その通りだぜ。江戸城は徳川将軍家の居城なんだから、当然城主は将軍になるんだぜ。ということは将軍の代わりを務めた役職があったってことなのかな？将軍の代わりというわけではないけどな。でも江戸城代って聞いたことないけどね。今回紹介しようと考えている職は、江戸城代という役職の名前ではなく、将軍がある条件の時に、江戸城代的な勤務を行っていたんだ。ある条件ねえ。代替わりの時とかかな。ちょっと惜しいけれど、もっと簡単で具体的な条件の時なんだよな。そうなのか。ダメだ。ちっとも思いつかないわ。わかったぜ。その条件とは、将軍が江戸を離れた時に、江戸城の守衛を行う責任者として、その職を務めていたんだぜ。江戸城の守衛を行う責任者って、前回の寸法上代もそんな感じの勤務内容だったね。そんなお上代的な役職について、話していこうかなと考えているぜ。それじゃマリサ、早速その江戸上代的な役職の話をしていきましょう。そうだな。それでは、ゆっくりしていってね。ねえ、マリサ。将軍に代わって、江戸城内を取り締まる最高責任者の役職って、幕府最高の大老とか老中などの役職で、大名が就任する役職なんじゃないの？いや霊夢そうではないぜ。当チャンネルで解説する役職は、当然旗本が就任する役職なんだぜ。そんな将軍の代理を務める重要な役職は、いかにも格式が高そうな役職なのに、万石以上の大名じゃなくて、旗本が就任するなんて信じられないんだけど。そう考えるのもわかるけど、将軍が江戸を離れた時には、江戸城の取り締まり一切を任せられていたんだぜ。それは、なんていう職なのかな？今回は、お留守居、について、解説しようと考えているぜ。それは簡単に言うと、将軍のお留守番役ということかな。そんな感じだな。でも、将軍ってそんなに江戸城を離れることなんてあったのかな？幕府が始まった初期の頃は、それまで政治の中心だった京都や大阪に、江戸から頻繁に出張していたんだぜ。そう言われてみるとそうだったね。そのような時に江戸城の留守を預かっていたんだぜ。それじゃマリサ、お留守居について解説お願いね。お留守居は、将軍留守中の江戸城の守衛をしていたんだぜ。将軍のお留守番役なんだものね。定員は4から5名程度任じられ、老中の支配に属し、役高五千石の役職なんだぜ。前回の寸法上代は一人の役職だったけど、お留守居は複数名任命されていたんだね。幕府初期の頃には、役料として戦票を支給されていたんだけど、足し高の正式後には、足し高が支給されたことで、役料の支給はなくなったんだぜ。そうなんだ。殿中の詰め所は不要の間に詰めて、従五位の下に叙任する所帯不役なんだぜ。将軍家の居城である江戸城の守衛を任された役職なんだから、当然所帯不役なんだよね。旗本が就任した役職なんだけど、上司格の待遇を受けて大名同様に下屋敷を拝領し、また、時代の当主の家督相続時には、小武神入りせずに寄り合い入りとなることや、次男にまで将軍のお目見えが許されるなど、旗本職の中でも厚遇された栄職だったんだぜ。大概順ではどのくらいに格付けされているのかな？伏見奉行の次、大番頭の上に位置づけられ、順番は5番目に格付けされているんだぜ。まさに栄職なんだね。お留守居とは別に、お留守居という役職があるんだ。こちらは大名から任じられ、大老のように常設の役職ではなかったんだぜ。お留守居という役職もあるんだね。しかし元禄14年1月11日に、当時のお留守居稲葉丹後の神正幸が、老中に昇格した際に、お留守居は廃止となったんだ。お留守居とお留守居には、どのような違いがあったのかな？職務内容などについては、明確な区別はないのだけど、お留守居の方が格上に当たると考えているぜ。職名に、大、がついているもんね。私もそう思うわ。もともと留守居とは、出陣中の城主に代わり、その留守を預かって城の守衛を行う役なんだ。それじゃ家康が、出陣の際に城を離れるたびに、命じられていた臨時の職だったってことかな。そんな留守の役割を担う人を固定することで、制度として役職化したものと考えているぜ。普通に考えるとそうなるよね。初めて固定化されたという人は誰なのかな？慶長14年に大留守居に任じられた、堺備後の神忠利が、初めて制度としての留守居役を務めた人であると考えているぜ。なぜ堺忠利だとわかるのかな？そこで官政府の記載から、堺備後の神忠利の大留守居就任について紹介してみるぜ。
慶長14年9月23日、1万石を加えられ、田中は改めて川越城に移り、大留守となり、諸国の証人及び関所のことを司り、老職と共に所持を預かり聞く。と記載されていて、さらに続けて、これより先に東照宮、大徳院殿に仰せありけるは、今より後出陣の時、江戸の城主たるべきものはただとしなり、よろしく司令すべしとの運旨ありしによりてなり、と駿府の大御所家康から江戸の将軍秀忠に対して、今後出陣し江戸を離れる時には、堺忠利を江戸城の城留守、つまり留守役に固定することを指示したと記載しているぜ。そうなんだ。お留守の始まりは、大名の堺忠利が慶長14年9月23日に、江戸城留守役に固定されて大留守となり、制度としてのお留守がスタートしたんだね。私はそう考えているんだぜ。そして寛永4年11月14日に死去するまで、大留守として18年の間職務に励んだんだぜ。大留守は常設の役職ではないとの解説だったけど、堺忠利の後役はどうなっていったのかな。堺忠利の後任は38年にわたり空席となり、寛文5年6月18日に、伊予の国今治4万石の松平美政の神貞房が任じられたんだ。常設の役職ではないとはいえ、空席の期間が38年間も続いたんだね。松平貞房は遠方2年5月8日に辞任し、またさらに約24年もの間空席となり、元禄11年2月15日に、堺歌の神忠敬が任じられるんだ。堺歌の神って何か聞いたことあるような。多分4代家綱から5代綱吉にかけての話で、当時飛ぶ鳥を落とすほどの権勢を振るい、下馬将軍と言われていた大老堺歌の神忠清のことじゃないのかな。そうそう。確か4代徳川家綱の後継者に、鎌倉幕府の時のように京都から宮将軍を迎えようと画策して失敗し、5代将軍に徳川綱吉が就任すると大老を解任され、その後隠居するのだけど直後に死去してしまい、綱吉は自殺と疑い墓を掘り返してまで、その遺体を検視しようとしたという話だよね。まあそういう話もあるけれども、その大老堺忠清の長男が大留守となる忠敬なんだ。やっぱりつながりがあったんだ。そして堺忠敬は、元禄13年2月15日に辞任し、その後には最後の大留守となった稲葉丹後の神正幸が同年3月10日に任命され、前述した通り翌元禄14年1月11日老中に昇格して大留守は廃止となったんだぜ。大留守は江戸時代中頃に廃止されてしまったけど、堺忠利が大留守に就任した後の大留守は、どうなっていったのかな。堺忠利後の大留守については、寛永11年に4人が在職しており、その就任順に管政府の記載からそれぞれ紹介していくぜ。まず一人目に松平紀伊の神家信については、元和4年9月お留守となり、阿波の国長狭郡のうちにして5000石を加えられ、すべて1万石を賜い、片原二十数。と記載しており、元和4年9月のお留守就任時に5000石を加増されて、1万石の大名になり、その後も加増を受け、寛永12年2月29日高槻を改めて、下宇佐の国印旛郡桜に移され、新温2万石を賜い、すべて4万石を領す。15年正月14日卒す。と最終的には4万石まで加増を受けているぜ。松平家信は、お留守に就任の際に旗本から大名に昇格したんだね。次に二人目の牧野匠の神信成について紹介するぜ。寛永3年10月お留守となる。後匠の神に改め、勝祭地2000石を加増せらる。途中を訳して続けるぜ。同10年4月23日加温4000石を賜い、すべて1万1000石を領す。と記載しているぜ。牧野信成は、寛永3年10月にお留守に就任し、在任中2度にわたって加増を受けて、ついには大名にまでなったんだね。次に3人目の松平大隅の神重則は、寛永7年お留守に転じ、より記述記補卒50人を預けられ、また総者番をもかぬ。と記載し、途中を訳して、同10年4月23日新温の地を加えられ、すべて1万500石を領す。と寛永7年にお留守に就任し、こちらも加増されて大名になっているぜ。就任者はそれぞれ加増を受け、大名に昇格しているんだね。そして最後の4人目の堺紀伊の神忠義の府には、寛永11年2月25日お留守のことを司り、関所及び諸家の人質を奉行し、お旗本の死、80余機を大火に属せられ、より記述機同心50人を預けらる。と記載されており、この堺忠義を除き他の3人は大名に昇格しているぜ。やっぱり最初の頃は、将軍の代役なのだから、その権威が高く設定されたことで、大名に昇格させていたんだね。そうなのかもな。ちなみに4人目として紹介した堺忠義は、
最初に紹介した大留守の酒井忠義の次男であり、兄は大老の酒井さぬきの神忠勝なんだぜ。酒井忠義は旗本のまま、大名にならなかったけれども、名門中の名門の出だったんだね。酒井忠義は旗本であっても、7000石を要する興禄旗本家なんだぜ。そうなんだ。ところでマリサ、お留守の職務内容は、どうなっているのかな。初期の頃の職務内容については、大奥の取締りや大奥女中が諸門出入りに必要な切手の発行、お披露式役人の管理、小武神組の支配、諸大名の祭祀などの管理、女性が関所を通る際に必要な女手形の発行など、その職掌は多岐にわたる職務だったんだぜ。お留守は、たくさんの仕事をこなし、多くの権限を握る重要な職場だったんだね。また交代でお披露式の殿井部屋に家来と共に詰め、宿直する泊まり番を務めていたんだぜ。泊まり番もあったんだね。そうなんだぜ。大奥女中が病気などの場合には、お留守が医師を呼んで診察させたため、大奥からは世話をかけるために、お礼などの意味を兼ねて、お留守の泊まり番の部屋には、毎日餅などを欠かさずに差し入れしていたそうだぜ。さすがお留守は、大奥からも一目置かれた権威ある役職だったんだね。そうだったようだな。それじゃ将軍の留守を預かるお留守の重要性は、どんどん増していったんだね。いや、霊夢。そうはならなかったんだ。ええ、それはどういうことかな。権威あるお留守だったけど、その重要性は逆にどんどん失われていくことになるんだぜ。それはどうしてなのかな。まず将軍が滅多に江戸城から、離れることがなくなったんだ。留守番の必要がなくなったってことかな。将軍の代替わりに行われていた将軍宣言などは、徳川家が京都に赴いて行われていたんだけど、四代将軍徳川家綱の代になると、京都から江戸に直使が下校するようになり、将軍は基本的に江戸から出ることは、ほとんどなくなっていったんだぜ。それはお留守番役にとっては、致命的な出来事だよね。また時の経過とともに職掌についても整理され、様々な職務が他職の所管に移されていったんだ。お留守番の役割がもうほとんどないのだから、どうしようもないんだね。江戸時代中期以降になってくると、大奥関係を管理していたお披露式の管轄と、女手形の発行くらいしかなくなってしまい、徐々に官職となってしまうんだぜ。職務分担について、整理しすぎてしまったんじゃないの。しかし享保年間に入り、役高が定められると、お留守は役高5000石という、旗本の役職の中でも最高位に位置する役高となったんだぜ。時の将軍徳川吉宗は、お留守の重要性を考えていたんじゃないのかな。それはちょっとわからないけど、お留守は役高5000石となって、その権威は保たれたまま、幕末まで続いていくんだぜ。でもどうしてお留守の権威というか、格付けを高くしておく必要性があったのかな。結局最終的にお留守という職の役割は、所職をつつがなく歴任してきた旗本に対して、最後のご奉公に医療的な意味合いを含めて、お留守に任命していたと考えているぜ。所職を数十年にわたり歴任した高齢の旗本に対し、よくこれまで頑張ってくれました。という意味でのお留守就任ということなんだね。まあ世間では隠居役と言っていたようだしな。おじいちゃんが勤める役職という意味だね。その通りだぜ。だから役職の格付けは高くても、無理せずに勤められるように、仕事量を少なくする必要があったんだね。それでお留守に就任した年齢を可能な限り調べてみたぜ。管政府の記載から調べているんだね。その通りなんだぜ。ちなみに管政府に記載している年齢は、幕府に届け出ている高年齢で、実際の年齢とはちょっと違うんだぜ。サバを読んでいるってこと？そうなんだよ。その気持ちわかるわ。みんな若く見られたいもんね。いやそれも違うんだよ。霊夢。逆ってこと？ちょっとサバを読む意味がわからないわ。これは第12回目の動画で取り上げたことなんだけれども、高家の品川小五郎のりますが、聖徳3年6月19日に、わずか2歳で死去してしまい、無視絶家となった時に説明したんだけど、17歳未満の当主が後継ぎなく死去してしまうと、幕法に基づき養子は認められず、家は無視絶家となってしまうんだぜ。そういえばそう言っていたけれども、大変厳しい処置だよね。この理由により万が一親が早くに亡くなり、幼くして当主となってしまった場合に備えて、17歳になるまでの期間をできる限り短くして、無視絶家となる危険を回避するために、実際より年上にサバを呼んだ年齢を幕府に届けていたんだぜ。そうなんだ。お留守就任の年齢に話を戻すけど、結果は予想通りだったのかな。調査結果をまとめてみたぜ。51歳から60歳までが106名中46名と一番多く、全体の 43.4% を占めているんだね。次に多いのは、61歳から70歳までの34名で、この年齢層も 32.1% と3割以上を占めているね。つまりお留守に就任した人の4人に3人は、51歳から70歳までの人たちだったんだぜ。でも思ったよりも、おじいちゃんでもないような。
現在の50代や60代は、まだ若いという感覚だけど、これは江戸時代の話なんだぜ。もしかして、人生50年とかだったっけ？徳川将軍の中で体が丈夫だった将軍たちでも、三代家光48歳、五代綱吉64歳、十一代家成は69歳で死去しており、八代吉宗でも68歳で死去しているぜ。それじゃ当時50歳を超えたら高齢者と認識されてもおかしな話ではないんだね。そしてお留守居は、多くの節分の豆まきをする年男の役を行うことが多かったらしいぜ。なんかほのぼのとしたエピソードだね。続けて就任年齢は、最年少の人が45歳、最高齢の人は80歳で就任しているぜ。年齢差は35歳もあるんだね。そして就任時の平均年齢は 60.6 歳だったぜ。平均は60歳を超えているんだね。そしてもう少し検証を重ね、八代徳川吉宗が将軍に就任した。享保元年以降の江戸時代中期以降についても調べてみたぜ。どんな変化があったのかな？最年少の年齢と最高齢の年齢については、江戸時代初期を含めても変化がないのだけど、平均年齢については、3歳ほど増加した 63.5 歳になったんだ。このあたりが江戸時代中期以降に隠居役と言われていたゆえんかもしれないね。そうだな。そして一番多い年齢層も61歳から70歳までの年齢層に移り、また71歳から80歳の年齢層も多くなっていて、就任者の高齢化が進んでいるんだぜ。比較してみると違いがよくわかるね。ちなみに在職期間についても調べてみたんだけど、全体では平均 6.9 年の在職期間が、享保元年以降になると、5.8 年と1年程度減少していることがわかったぜ。就任年齢が3歳も高齢化しているから、その分在職期間は1年少なくなったんだね。その通りだと考えているぜ。それじゃ次にお留守居にはどのような役職を経て、昇進してきているのかな。完成府記載の完成10年末までに、106名の者たちがお留守居に就任しているけど、その前職について調べたので、いつものように円グラフにまとめてみたぜ。グラフを見ると御書院番頭から就任した人が30名と一番多いんだね。そうなんだよな。大番頭の上と言っていたから、大番頭からの昇格が一番多いのかなと思っていたわ。私も大番頭が一番と考えていたんだけど、結果は御書院番頭が大番頭を飛ばして、お留守居に昇格した人たちの方が、多いという結果になったんだぜ。大番頭を飛ばして昇格するなんて、ものすごく優秀な人たちだったのかな。まあ御書院番頭にまで出世しているから、優秀だったのは間違いないと思うけど、大概順で格上格下と決められていても、お留守居と大番頭の役高は同じ5000石高だし、御書院番頭やお小姓組番頭からの昇格でも、順当なもので普通に行われたと考えているぜ。お留守居に就任した人たちは、その後どのような役職に転任していったのかな。まず完成府記載の106名のうち現職4名を除いた102名について円グラフにまとめてみたぜ。約7割の旗本たちが、辞任や死去によって当職止まりになっているんだね。まあ隠居役と言われているくらいだし、旗本たちの最高に位置している栄職なのだから、逆に3割弱の旗本たちが、他職に転任している結果に驚いているんだぜ。そういえば最年少の45歳でお留守居に就任した旗本も、他職に転任していたのかな。最年少でお留守居に就任した蘇我伊賀の神助よりは、6500石の旗本であり、完成府の記載には、完成元年うるう6月28日御書院の番頭に移り、3年12月15日お留守居に進む。と完成3年12月15日に、御書院番頭から最年少の45歳で昇進し、完成8年5月20日、若君に付属せられてお蕎麦となる。と完成8年5月20日に、当時お世継ぎだった徳川家吉月となり、西の丸お蕎麦衆に50歳で昇進したんだぜ。お蕎麦衆は後継以外の旗本にとって、最高位に位置づけられた役職だったよね。その通りなんだぜ。そして蘇我伊賀の神助よりは13年もの間、無事に西の丸お蕎麦衆を務め上げ、文化6年2月13日に病気により辞任し、寄合ではなく大名格式の菊の間広縁詰めとなり、そして同年の7月22日に隠居したことが、江戸幕府日記に記載されているぜ。やっぱりちゃんと出世しているんだね。それでは話を戻すけど、お蕎麦衆22名と駿府お城代1名については、お留守居からの昇進を果たしただけでなく、再び重要な役職に現役復帰していったんだぜ。ねえマリサ、このことは予想外の結果だったんだね。霊夢が言っている通り、本当に予想外だったんだぜ。隠居役と言われたお留守居から、同じ区間職のために隠居役と言われた、お旗奉行と西の丸お留守居への転任については、ある程度納得できる結果だと思うんだけども、お留守居から現役バリバリの役職に復帰した、旗本たちが 20% を超えていたという事実に、改めて驚かされているんだぜ。江戸幕府は年長者を敬い、大切に扱うことを基本にしているから、
本人の意向により働ける者はいくつになっても、適材適所に配置して勤務させていたんだよね。その通りだったんだぜ。今回はお留守について話してきたけど、次回はどんな話をしようと思っているのかな？次回もこれまでと同様に旗本の職について、解説することを考えているぜ。どの職を解説するかは、次回までのお楽しみなんだよね。それもこれまでと同様いつも通りだぜ。今回の動画はいかがでしたか？よろしければ、高評価と今後応援のほど、よろしくお願いいたします。チャンネル登録やご意見をいただければ、本当に励みになるのでよろしくお願いするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。